こんばんは。こんばんは。ね、ありがとうございます。手裏剣もありがとう。そう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 、ひらひらんです。こんばんは。めっちゃ髪伸びたと思いませんか？思わないか。こんばんは。思わないか。そこがひらひら。なんかリボン。あ、盛りすぎ。本当？ご勇気ありがとう。あ、思いませんか？あれ？あれ？こんばんは。輝きいっぱいありがとう。輝き。チケホル注文しました。ありがとうございます。これね。こんばんは。本当？見ました。トレーナーで当選した、見ました。やった。輝きありがとう。あ、本当？本当？ね、なんかさ、トーク会の時に先輩のチケホルみたいなかけてきてる方多くて可愛いなと思った。こんばんは。当たりましたか？なんかみんな当たってる。イエーイ。今度こそ元気に出ます。輝きありがとう。こんばんは。ありがとう。本当？朝見ることできなかった。え、X って上がってますか？もうすでに上がってますか？ね、そう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 。2月の8位も。そうなんですよ。キラキラありがとう。めっちゃ上がってる。いっぱい上がってた。出てました。ハート、リップ、いいよ。誰か2つしてください。誰か2つ。こんばんは。どういうこと？上がりすぎてどういうことですか？え、なんか間違えて3個ぐらい上がってるみたいな感じですか？おやきありがとう。止まってるから、うん、止まってればいいんだ。ね、そう、水色だったの。水色だったんですよ。
本当？上がりすぎてタイムライン待ってなんかミスったんですかね。努力2つでいいです。最低2つ最低2つ。こんばんは、こんばんは。ただツンデレだからセーラー服見れなかった前のために清楚な服着てくれたの。うん、あ、本当？やった、ギャル機で見るメンバー初。へーい、アットマークチャンピーサンダーダックスめっちゃ可愛い、ありがとう。こんばんは。え、私気づいたんですけど気づいたんですけどいいね2回押すね、それ外れるよねなんかね、前の周りで12件サータンが一番ではっていう、え、一番好きってことですか。ありがとうございます。こんばんは。何の話してたか全然忘れちゃったんだけど、なんだっけ何の話してたんだっけ。何の話してたか忘れちゃった。可愛い、ありがとう、ありがとう。ね、そう、2月さ2回連続ね S 出れる、うれぴー、うれぴーなつ、こんばんは。わかんない、 X に上がった、なんだろう、何の話しようと思ってたんだっけ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。そう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 、ココアちゃんと出れる、いよーん。あ、ほんと？めっちゃ当たるねめっちゃ当たるよね、当たるよね、当たりすぎじゃないってぐらい当たるよね。 DMM 最善、見守ってください。セルちゃんの器、うちは作りますか。待ってます、待ってます。で、今日めっちゃ寒かった。こんばんは、ね、こんばんは、輝きありがとう。今日ね、猫カフェに行ってきたんですよ。めちゃくちゃ念願の猫カフェ行ってきて、まあなんか月曜日のブログは多分制服の目のこと書くから、やばい、一生ブログに書けないかもどうしようかな。猫カフェに行ってきたので、めっちゃ癒されてたんだけど、めっちゃ癒されたんだけど、猫アレルギーかもしれないっていうおり、おりに、いや本当にびっくりしたんですけど、なんか普通に入ってまあ餌とかあげてて、やっぱりなんでわかるの餌とかあげてて、でなんか途中ぐらい、途中ですごいなんか鼻がかゆくなってきて、え、ジンマシンとか出てない、鼻がかゆくて目もかゆくて、なんでだろうって思ったらママにアレルギーなんじゃないって言われた。でもいや、わかんない、え、アレルギーじゃないと信じてるんだけど、え、ただその量が、猫の量が多かったから、二十何頭とかいたから、いたからなったのかなって思って、え、それもアレルギー点々点々的、あ、本当アレルギー。好きな猫のタイプはね、目がクリクリで
耳が割と垂れてる子の方が好きなんだけど、今日見た猫ちゃんの中で一番好きだったのは耳垂れてなかったです。そう、犬は大丈夫。うん、え、でもそう、大量に一気に大量にその猫ちゃんたちに触れ合ったからっていうのはもしかしたらあるかも。だから1匹ぐらいなら大丈夫なのかもしれないけど、でも猫を飼うっていうのはまあ閉ざされた閉ざされた。うん、目クリクリとかサータみたいに。私も女の子は目クリクリの子が好きなんですよ。ジュニケン猫飼ってるメンバーっていたっけ。え、わかんない。いる？ワンちゃん率は高いけど、サタン犬派ですね。6匹飼ってるの。あ、それはいけないやいけないや、多分。めちゃくちゃ可愛くて、でなんか私的ベストショットがあって、めっちゃ見せたい。なんか割とさ、その結構喧嘩してる子たち多くて、多いっていうか、どんぐらいだろう、10分に1回くらい喧嘩してる声聞こえてくるんですけど、苦手っていうか、なんかそうなんですけど、その顔面に猫パンチを食らわせてる動画が奇跡的に撮れて、めっちゃ可愛いんですよ。それはスローでずっと見てた。めっちゃ可愛すぎてユアに送りました。これ可愛くない？なんかサラとユアに似てないって言った。めっちゃ可愛かった。でも多分アレルギーかな。ちょっとなんかお裾分けしたくないぐらい可愛かった。どっちが殴ってる方？え、どっちだと思いますか？ねえ、めっちゃ可愛かった。可愛かったね。なんか本当に猫にそんなちゃんと触れ合ったことなくて、なんかうちのワンちゃんと触り心地が全然違くてびっくりしちゃいましたね。ふさふさのモコモコみたいな感じ。こんばんは。でもなんかちょっと噛まれたけど甘噛みされたけど許す。ちょっとツンデレだから。そうそうそう前に愛心のゆうちゃんにバシッとやられて、嘘、やばい、忘れてた忘れてた。で、甘噛み、なんか甘噛みされたね。でも可愛い、普通になんかね、可愛い子もいた。こんばんは、こんばんは、知識ありがとう。
仕返さないわ仕返さないわ。神ありがとう。好きな犬の研修、いや難しいね、めっちゃ難しい。猫飼いたくなった、いやアレルギーだから閉ざされました。なんだろう、いやチワワじゃないかな、大きい犬と小さい犬はどっちがいいか、選べない選べない、こんばんは、選べない。でも一時期ゴールデンレトリバーが好きな時もあったし、ダックスフンドがめっちゃ可愛いと思ってた時期もあるし、こんばんは、手裏剣ありがとう。チワックスは可愛いだろうね、それは可愛い絶対。ゴールデンは超賢い、そうだね、大きいワンちゃんって賢いイメージすごいある。こんばんは、こんばんは、あつもありがとうございます。本当はダックス運動、いや本当かわいいよね、いやわかるな、ダックス運動いいよね、いいよね。ありがとう、手裏剣ありがとう。そうなの、劇場の横にペットショップあるの、アレルギーチェックっていうものがあるんですか、ほんと手裏剣ありがとう。サルちゃんちの犬も賢い、待って、お座りぐらいしかできないかも、おまわりぐらい、3種類しかできない少ないね。でもお手とかは覚えさせてないかも、まず野生のまま行かせようと思って。どうぞ、ありがとう、ガミありがとう、こんばんは待ってすごい、20万ポイント、待ってあと5万ポイント、やば、5万ポイントです、あとちょっと。じゃ実家に2匹、こんばんは。昔飼ってた犬に2回くらい噛まれた、大丈夫、私毎日噛まれたから毎日噛まれた、もうね、もうライバルみたいな感じそう、あのポメラニアンの方とは私もライバルだったので手裏剣ありがとう、ありがとうね、もう20万ありがとう、もうちょっとなの、皆さんお願いします。こんばんは、本当にライバルだったんですよね、いいペース、でもここでダメ、気抜いたらダメなんです、だから皆さんお願いします。サタン動物に好かれないで、なんかね、いやトイプーの方には全然そんな嫌われてない、ポメラニアンはねライバルだったライバルだった、仲良しなライバルみたいな、よく追いかけっこしてましたね。手裏剣ありがとう、神ありがとう、手裏剣もありがとう。
さんもありがとうございます。何を競ったの？だから散歩の時とかは猛ダッシュして速さ競ったりとかとかですかね。くまさんもありがとう。猿じゃないわ。こんばんは。サタン散歩みたいな。でも私は散歩とか全然行けなかった。たまに行く人だったかな。部活あったし。ちゅるけんありがとう。ありがとうございます。なんかさ、暗い。ちょっと明るくしたい。明るく、ちょっと明るすぎ。明るくしたい。フォローありがとう。ところでサルちゃんちのワンちゃんの名前そろそろ、一生しません。鈴木ポメと鈴木トイです。タイプ。手裏剣ありがとう。ワンちゃんである？出ない出ない出ない。だから多分猫アレルギーだけど犬アレルギーじゃないのかな。認めてないけど猫アレルギーも認めてません。あと 48,430 ポイント。あとちょっと待って、ちょっと明るすぎ、明るすぎてもよくない。このぐらい変わんない。手裏剣ありがとう。なんでかたくなに教えないか。個人情報だからです。大丈夫です。こんばんは。そう、犬もね、あれですか、犬も個人情報ですか。プライバシーというものがあります。ありがとう、手裏剣ありがとう。よさとアレルギー、サータに近寄ったら緊張しちゃう。そう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 、いや、よくないんですよ。インスタでワンコ有名なのかなって思って、手裏剣飽きたって言われちゃったんだけど。飽きないで。そうなんだよね、なんかずっと押してなきゃいけないから大変なんだよね。個人情報、個人情報なんですよ。私のショールームの楽しみ方は10個ぐらい押すときは歌いながらリズムに合わせて押す。結婚してから投げたいです。ダメです。オニーピンありがとう。そうそうそう、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。結婚してない、嫌だ。じゃあ僕の個人情報と公開でワンちゃんの名前を教えてください。先にどうぞ。そう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 。こんばんは。音楽に合わせて、音楽に合わせてやるといいよ。ほら、ありがとう。早い曲だといっぱいボタン押してしまう。
待って、早い曲、早い曲聞こじゃあなんだろう早い曲って。天国と地獄とか。 X の写真めっちゃ可愛くて周りも怖い。ほんと？どこ？その周りってどこどこで？そうそう聞きたいけどっていう。そうそう、私は知ってます。キラキラありがとうそう運動会、そう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 運動会していこう。イエイ。いやカラオケもう本当に歌う曲がなくてちょっとごめんなさいなんですけど歌う曲がないんですよ。すみません、もう歌う曲がない。こんばんは。はい、そうです。あ、どうもありがとうございます。シュルキンありがとう。女音たちからかわいい。なになに、なに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 シュルキンありがとう。あれ誰に撮ってもらったんだっけ、誰に撮ってもらったんだろう。ココちゃんかな。なんかね一回ねちょっとね聞いてほしいんだけどさ、サタ女の子に人気で嫉妬、イエーイ。シュルキンありがとう。クマもありがとう。やっかいもありがとう。ほんと？ほんと1日？嬉しいね。緊張しちゃうわ。なんか1日なんか緊張しちゃうわこんばんは。え、なんかあの撮影の時にそのさやちゃんにね一回ね撮ってもらったので、さ見返したらささやちゃんさ全部斜めなの全部斜めね写真がさやちゃんらしいんだけど、でも斜めだからといってさ、こうもう一回とも言えないじゃん、いっぱい撮ってくれたから。だから「いい感じいい感じありがとう」って言って、でその後ココちゃんに撮ってもらったのかなそうそうそう全部斜めだったほらありがとう。なんかね斜めに なっちゃってたのかな、あれ。シュルキンありがとう。え、多分斜めになっちゃったいや、その時気づかなくて、でしばらくして見返したら斜めでちょっとブレてるのねでも一生懸命撮ってくれたから、そうそうそう。シュルキンありがとう、いっぱいありがとう。そう、さやちゃん満足してそう、満足してるなら全然いい。こんばんは。中堅ありがとう。サタンが斜めに届く。え？磁力に逆らうの？中堅ありがとう。こんばんは。今何ポイントだろう？何 PT だ ？PT。PT。やば、制服の目初日、もうあさって怖っ。 日が経つの怖っ。シュルキンありがとう。何かけてんのかな今、天国と地獄に合わせて押してくれてんのかなみんな。今日満月なんだけど、見たよ
見た。そういえばモバメの写真の衣装っていつの、いつ撮ったかってことですか。あれは公演より前だよね。星すぎてわからん。手裏剣ありがとう、こんばんは。ね、やばいね、公演前日だけど明日も配信するよ。明日は午前中かも。綺麗だったよね。え、それってあれですか、月綺麗だよねってことですか。なんかありますよね、月みたいな意味ですよね。そういうことですか。こんばんは、やっほー。え、6時台ではない、さすがに6時台はないけど、こんばんは。手裏剣ありがとう、こんばんは。意味知ってる、知ってる、全然知ってる。ウルフムーンっていうの？何それ。今日はなんで6時半だったか、え、逆算して2時間半できるようにしてみました。夜9時からできるとしたら6時半からやったらぴったり2時間半かなと。私遠回しに言う人は嫌いですね。月が綺麗って言えるならね、ちゃんと言いましょうってね、ちゃんと言っちゃいましょう。手裏剣ありがとう。そう、かしこちゃんの、かしこまりのかしこちゃんなんですよね。え、そうです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 、はい、6時半から。そうそう、素直が一番。そうだよね、わかる。僕はちゃんと伝えられているので大丈夫ですか。サダ好きで、あ、そういうこと、そういうこと、サダ、あ、そういうことなんですよ、そういうことなの、そういうのを待ってるの私は。こんばんは。いや、明日早くからじゃないから、もう明日待って、8時とか7時半とかそこらへんかなと思いますね。キラキラありがとう。あまりにも眠かったら揺れるかも。あ、どうもありがとうございます。夜は勉強したいかなとも思ってて、全然普通なんですけど、練習もそうなんですけど、ちょっと勉強がやばくてですね、溜まってる。サタン手のひらで転がされてる感じがする、まるで白玉のようにってことですね。え、そう、あさって初日なんだけど、
そうそうそう。さて、朝から夜までテンションか、変わんないっていうか、逆に朝の方がテンション高いかも。本当？全然そんなことないけど。ありがとう。いや、さすがにね、前日の夜まで配信できないかも。今日も清楚でかわいい、イエーイ。定期キラキラありがとう。待って、あとちょっと、あとちょっと、今214,900なんちゃらだって。やった900じゃなかった、214,096ポイント。あとちょっと、あと36,000くらい。新人ランキングの方は2位でも何かもらえるんだっけ、3位までもらえるんですけど、2位で満足しちゃいけないよね。くがいけありがとう。シュルケンほっ、はい、シュルケンありがとう。ハートありがとう。そう、志は高く、姿勢は低く、謙虚な気持ちを忘れないサータンでいます。シュルケンありがとう。1位より上目指そう。おお、シュルケンありがとう。硬いよね。そう決まったね、今決まっちゃったね、決まっちゃったよ今。さすが意識高い系さん、そうなんだよね、やっぱなんか志も意識も高いのがサータンということで。サータンの髪型かわいい。ありがとう。本当に伸びたんですよ。結構やばかったのにだいぶ伸びてきて嬉しい限りでございます。キラキラありがとう。キラキラありがとう。こんばんは。1位より上ってなんだろう、横綱。なれないよ。こんばんは、100回目ありがとう。いや、そんなことないけどね、そんなこと全然ないんだけどね、ないんだけれども。また髪切る？聞いてください。私写真を今回送った X とかに送ってる、メールとかに送ってる写真をですね、加工してロングにしてみたんですよ。そしたらボブの方が似合ってて似合ってて、こんばんは、似合ってたんですよ。ほら、ありがとう。伸びてほしい気持ちと伸びてほしくない気持ちの葛藤。そうなんだけど。シュルケンありがとう。知ってた？皆さんぜひ、じゃあ誰か、加工得意な方いたら、X の今日の写真、あれ、ロングに加工して、投稿してみてください。私その投稿を見て、どっちが人気か決めようかなって思います。でも私が見た感じ、あとママが見た感じだと、このぐらいの長さが一番いいんじゃないかっていう結論になったんですよ。で、結構前にそれやって花にも聞いたんですよ。花だと思うんだけど、ボブの方がいいって言われたんですよ。
そうだから誰かね保護して投稿してみてください。でアンケート機能使ったらダメだ、そしたら私が見えないので皆さんその方の投稿に今リプしてリプしてみてください。お願いします。でもメイクさんにはロングって言われた。でもメイクさんにはロングの巻きって言われたのね。巻き巻きって言われたから、でもストレートだとあれなんて、あれロング押したいっていやアンケートしたら私が見れないのでちょっとやめてください。普通にアンケートなしで。こんばんは。巻きって言われたからストレートとまた話が違ってくるわけですよね。変わってくるわけですわ。お疲れ様です。でもなんかボブ歴長すぎてもう自分で負けないです。ね、本当？まあ誰かがこうしてみてください。で分かりやすくその元の写真とロングの写真をこうくっつけてくれればボブ歴中2からだから3123年ぐらいフ3年ぐらいかな。そう誰かがやってくれると思う。こんばんは。え、中2からです。知らないの？知らないの？知らなんだって言うんでしょ。知らなんだ。あ、知らなかったか。ダメだ。知らなんだ。ボブじゃない歴の方が長いよ。知らなんだ。手裏剣ありがとう。知らなんだ。知らなんだ。イエス。知らなんだ。中2からって言っても結構前だから。え、嘘、定期的に言ってたな言ってたな。サタの小さい頃の写真。え、需要ないかも。ロングサータも可愛いんだろうな。もうどうでしょうね。もうどうでしょうね。見たい？本当？いや全然中2の夏ぐらいにバッサリ行きましたね。何々になってしまった。何だろう、ズラですか。ズラはないですね。顔が綺麗な人はどんな髪型でも似合う。失礼してボブにしたの。そんなことしませんそれはちょっと昭和の考えではなかろうか。そのため、髪切ったら周りから何か言われた？切った！みたいな。もうそれまではなんかもうロングのサラサラヘアがサラだったんですよ、多分みんなからしたら。
急に夏休みか夏休み明けかなんかにバッサリ切ってって言われましたね。なんて言われたかちょっと忘れちゃったか。ロングサーター前髪ありなし。え、ありの時がほとんどだったけど結構長かったから こんぐらいで流してたかも。こんぐらいでわかる、斜めに流すやつだったかも。え、ね、今日お休みメールお休みしていいですか？いいかな。できなかった？切ろうと思ったきっかけはあのもう完全に森田ひかるさんです。森田ひかるさんがもう欅の時からずっと大好きで、ずっとボブにしたかったんですよ。もう憧れっていうか憧れ好きだったからずっとボブにしたくて言ってたんだけど、ママに言ってたんだけど絶対やめた方がいい、もったいない髪の毛って言われてずっとできなくてようやく承諾を得てできたみたいな感じ。髪型大事だね。いい？ありがとう。イエーイ、ほらありがとう。ロングサータン、ハッシュタグ鈴木サラで投稿する、ハッシュタグ鈴木サラ、ハッシュタグサータンメールでお願いします。何言ってんの何言ってんの。めちゃくちゃめちゃくちゃ好きだったから、特に森田ひかるさんが黒い羊のセンターをテレビでやった時があったんですけど、もうあの時の映像なんてもう永遠に見てました。好きすぎて。こんばんは。本当に好きすぎて長い髪をなびかせてさったの。ね、でもロングも可愛かったですよね。なんか一人だけなんか意味わかんなくて永遠に何ボットボットがいるボットがいる。こんばんは。シュルキありがとう。サタン欅坂も似合いそう。でもなんかなりたいとは思わなかったかも。もうファンとして応援って感じだったからなりたいとは思わなかった。なんか日向坂とかもすごい好きな時期はあったけど、特に欅坂が好きだったんですけど、なんかなりたいと思ったのは48だった。サタのメイクって森田ひかるさんに寄せ、え、本当寄せられてる？え、全然気にしてなかったんですけど寄せられてますか？めっちゃ嬉しいんですけど。似てるってこと？全然似てないんですけど、ごめんなさい。全ファンの皆さんごめんなさい。やだ、なんかめっちゃボット。ボットボットすぎて。なんで48になりたかったんだろう。でも劇場公演、劇場があるっていうのは大きいですよね、やっぱり。あと近さ、ファンの一つの近さも大事大事大事です。え、ほんと？ポストしてみた？見ます。今日ブサップの写真をつけて
サタンメールって載せればいい。こんばんは。距離感大事ですね、やっぱり。なんかより近いじゃないですか。つかみちゃん遠いさ、そうだね。予算もあるんですけどね、もちろん。サタン分かってるじゃん。本当本当ですか。そう、なんかやっぱ近い方がお互い嬉しくないですかねって思います。手裏剣ありがとう。ありがとう。寝越しやだ。やだ。手裏剣ありがとう。あ、嬉しいっすか。前髪の影響がでかい。え、やめてください。なんかブサイクなやつはやめてくださいね。なんで名古屋だったの。 AKB の方が実家から近かったのに。そこに SKE のオーディションがあったから。中継ありがとう。いや、そんな私が逆に AKB のオーディションを受けて受かるなんて保証はどこにもありません。 SKE だから受かったと思う。本当？ありがとう。唐突の嫌だ。あ、今の話を聞いてますが、サータンみたいな押したくない。え、押さない。嫌です。サータンの性格なら好き。あ、本当？そこに山が見た。かっこいいですよね。いちいち理由。あ、ありがとう。かっこいい。かっこいいよね。そう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 。手裏剣ありがとう。じゃあその時 AKB のオーディションがあったら受け。それはそうだね。そうだと思う。今 X 見てきたけど、ショートの方が断然に。ほら、言ったでしょ。言ったんですよ。いや、そうなの。いや、そうなんだよね。あ、今のかっけーですか。ありがとうございます。こんなにショールーム入り浸ると思わね、そうだよ。こうやって巡り合えたのも、そう、そういうこと。それぞれ適材適所ってものがあるから、今の鈴木ちゃんは SKE だから。はあ、ありがとう。ありがとう。あつもありがとう。サタン SKE の誰かの耳って曲知ってる。欅坂っぽい曲だから。サタン、え、知ってますよ。誰かの耳いいですよね。前も言われて、コメントで誰かの耳絶対好きでしょってね。なんかさ、いつかやってみたい。つかいつかね、そう、自分のしたい曲やりたい。今 NMB や HKT もオーディションやってるけど、本当にタイミングない。いや、多分その2つは受けてないんじゃないかな。あまりにも遠すぎるかもと思う。うん、さよちゃんが SKE じゃなかったら好きになるとかなかっただろうな。よかったですね、好きになるって。やっぱサータンはショート。え、ほんと？ほんと？ほんと？正直サータンツンツン人間かと思ったらしっかり甘みも取れるって、ツンツンでしょ。私ツンツンです。え、そう、3万2000ポイント。え、いけるんじゃない。アバターとりあえずいけるんじゃない。はい、サータン負けましたね。
千葉48あれば受けてたのかね。でもさ、それってさ、なんだろうね、 CHB CHB CBA CBA フルキャンありがとう。はい、好きなんでよかったですねよかったですね。ね、アバターね、ちょっといけそうで嬉しいです。アバターもうほぼ確定、確実だね。あとは50万を目指すかどうか。え、ちょっと1位難しいのかな。1位までって結構差あるんですよね。難しいのかな。まあでも目標は高く1位って1位なので必然的にって感じですね。サタンがロングならモバメ取ってなかったわ。よかったよかったわ。男女見ます。13位男の子、12位キャベツ T シャツさん、11位ピンクのクマさん、10位お星さま、9位アイスさん、8位ウサギさん、7位いちごちゃん、6位水色のソフトクリームさん、5位猫パフェ、4位女の子、3位ジャックマさん、2位食パンマン、1位ひよこオムライスさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、アバターね、ありがとう。あ、3万876。え、いけそうじゃない。明日には達成したいところですね。ゲーしてたんだ。これ楽しみにしててください。え、よく言われます、似てるって。めっちゃ褒め言葉。そうだね、明日は、うん、起きたら今日もサルちゃんが大好き大好きです。ありがとうございます。それと当たるように願ってて。おやすみ。アバター系気づかなかった。え、まあゲイだったんだって思いました。ね、電池忘れないでください。ございます。伝わりましたか。多分ね、あっちにも伝わってますよあっちとはおやすみ。